え皆さん、こんにちは。サンソンンソチャンネルの山口さん村です。オリンピックついに閉幕しましたね。で、今回はですね、トイアンナさんとハーチューの事件ですね。まあ、これについてですね、ちょっと続報をしていきたいと思います。でトイアンナさんとハーチューの事件ですね、もう去年から続いているんですけれども、山村ンンチャンネルであんまりやってなかったと思うんですよね。で理由は簡単で、あの、 陳述してないからです。ね。えっと、ト山さんがですねあの、福永克也に訴えられて、2万円負けてますよね。まあ、それはあの、酸素チャンネルで一回あの放送したと思うんですけど、理由はなんでかっていうと、要するに陳述前の訴状を勝手にインターネットにアップしたと。まあ、いうことで2万円負けてるんですね。つまり、これ、訴状って、これ、福永先生の著作物なんですよ。なんですね。で 陳述されるとですね、公開の法廷で陳述されると、これは著作権法40条という形でフリー素材になるんですね。誰が使ってもいいと <laughs> いうことになるわけなんですよ。ですけど、陳述されるまでは福永先生の著作物でえ勝手にインターネットにアップとかしちゃいけないわけなんですね。ですると、まあ、富永さんみたいに2万円請求されると <laughs> まあいうことになるわけなんですよね。で、その1回目の期日がですね、去年の12月だったかなにあって、 そこからですね、ずえっと,、えー、と書面会議ですねあの、非公開の手続きだったわけです。ですから、書面のやり取りですね、もう、トイアナさんの清水先生と、それから福永先生とです、もう書面のやり取り、バン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 出してて、あのまあ、すごい応酬があったんですね。で、応酬があるたびに、僕は閲覧に行って、全部こうメモしてきたわけですよ。なんですけど、そのメモしたことをこうアップしてしまうと。 これ、福永先生から著作権違反で訴えられる可能性があるわけですよ。なのでえ、パソコンには空いてるんだけれども、これをですね、サンソンチャンネルで言えないと英雄時代がですね、えずっと続いていたわけですね、王様の身はロバの身ということです。で、先日ですね、あの8月3日だっけあの、ようやく決心しまして、それで、あのまあ、次回判決と、まあ、いうことにえなったわけですよね。でこの決心した時に 今までですね、ずっとこう、陰でやってきたやつを全部一斉に陳述したわけですよ。なんですね。で、これ陳述されたことによって、これは著作権40条でフリー素材と、誰が使ってもいいと、まあ、いうことになったわけで、まあ、ようやく放送できるようになったわけですね。ということです。まあ、そんなわけで書き溜めていたです、ね、<laughs> やつを、ようやくう放送できるようになったということです。で、結構量がありますので、まあ、2回か3回に分けて放送しようかなと思ってです、まあ、ちょうどネタもないですしね。 前置きはこれくらいにしていきましょう。はい、こちらですね。で、えー、と去年ですね、ハ、まあ、ーチョさんがトイナさんを訴えて、で12月に第1回記述があって、ね、戦争の時にまに、あ、答弁書というのが出てます。でこれについては、あのまあ、訴状に関してはトイナさんがもうアップしちゃってるし、それで、答弁書については1回、あのサンションチャンネルでかなり前ですけど、やったと思います。でそこからずっと止まってたんだけどね。 でその間、原告の方は1月23日付の準備書面1、2月15日付の訴え変更を申しでうから2月25日付準備書面2、それから4月7日付準備書面3というものを提出して、でそれぞれですね、まあ、そに伴う,うですね証拠説明書と証拠をです、ね、こうバーッと渡しているわけなんですね。でこれに対して、まあ、被告がですね、1、2、3、4人いまして、トイアナさんと、それからガジェット通信ですね、あの東京産業新聞ですね。 それから、えー、とエキサイトと、あとどっかですね、<laughs> 4社あったわけです。ねまあ、2社はもうすでに和解してますけどね。で、えっ、ー、と、トイさんがどのようにあの反論してきたかということですけど、まずこの2月15日付けの訴え、原稿申し立て書に対して、まあ、その訴えの理由を追加してきたんで、それに対して答弁書を出しています。から、この事件率逆になるんだけど、この準備書面1と準備書面2ですね。 これに対して、事務所名1という形で反論していると、まあ、いうことになるんですね。なんで、今回はですね、とりあえずこの2月15日付の訴え変更を申したでしょうと、それに対するですね、問イさんがですね、清水洋平先生の,あの超イケメンの弁護士ですね、まあ、この方の反論をちょっと見ていきたいと思います。2月15日ですね、民事12部、合議 C 係40ということですね。 被告と言ない案のは原告に出し、原告に、えー、金24万円、および、並びにこのうち22万円について平成31年4月4日から支払い済みまでの年5分の割合による金融、および、このうち、えー、金2万円について令和2年9月24日から支払い済みまでの年3分の割合に金を受けということで、あの訴状を公開したことで、プライバシー反というのをですね、訴え変更で付け加えてるんですよね。なんか高橋先生とかも、なんか一時60近く あの追加されそうになって、まあ、結局30追加されたんですけども、で、宮古先生とか、あと、他の先生なんかもなんか追加されてるみたいですよね。えー、菊川先生も追加されてましたよね。なんで、まあ、結構、あの福南先生追加するの大好きみたいですね。それで、えー、っと、で、謝罪高校をしろと。 いうことをぐじゃ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 言ってるわけですね。はい。エキサイトとビッグローブでしたね。はい。で理由なんでかというとこの訴状の公開ですね。で訴状の公開は前に言ったようにそのベットですね。福南先生を訴えてそれでその著作権を含んで二万買ってるんだけれどもそれ以外にですねそのプライバシー違反ですねを付け加えております。 訴状でプライバシーってあんまないけどね、あの住所開示しちゃうとプライバシー違反になる可能性高いんだけど、えー、と住所ちゃんと伏せれたじゃないですか。で、それでさ、プライバシー違反ってなかなかないと思うんだけどね、まあいいや。えっ、ー、と、被告とイアンナは原告からの訴状を受領するや否いいや、令和2年9月24日、自らのツイッターアカウントを用いてインターネット上に本件の訴状を公開したと。まあ正確に言うと、別紙ですけどね。でしかも被告とイアンナはハーチューさんからバーラを受けたと感じています。どうか皆さんの力を貸してください。メディア可能と言わせる全面的にお受けしていくと存じます。 などと発信し、あえて社会,、えー、社会の注目を集め、ことさらに原告のアンチがさらに原告に対して敵を抱くように仕向けているというわけですね。はい、まあ、これは福原先生のそういう主張なんですよ。これ、でもどうなんですかね、こういうのっ、ね、て。<laughs> 自分で訴えておいてさ、その訴状を公開されてさ、俺への敵意を <laughs> 抱くように仕向けてるってさ。 なんかすごい言い分だよね。いや、そんな人からさ、なんか敵を向けられるような訴訟を起こすなよって、なんか言いたくなるのって、僕だけなんですかどうなんですかね。いや、僕だけじゃない、私もそう思いましたとい、まあ、う方は、ですねぜひあのチャンネル登録と高評価ですね、それから投げ銭の方ですね、よろしくお願いいたします。はい。ということですね。で、一国とイなに対する原告のプライバシー侵害ですね。 本件訴訟について原告が何が公開していなかったところ、被告という案内により一方的に公開されたことによって、原告が本件訴訟提起したとがさらされてしまったと。いやそれ公開の法定で陳述してるんだからしょうがねえだろうってわけだよね。というか、問い案内さんがさらさなかったら僕がさらしてるんで <laughs> あの、一緒ですよね、はっきり言って。で、この訴状内にどういうプライバーシーが書いてあったかというと、妊娠時の週数。 から妊娠発覚時の友人とのやり取り、から出生前診断をしたこと、え妊活詐欺の部屋にさらされた原告の心境え、アメバブログの運営に関する担当者との関係性等、いずれも一般にはいたずらに公開されることを欲せずに、特に出生前診断をしたことですね。かつ、公開予定されてない私立の事故に関する記述があったにもかかわらず、そうなんだというわけですね。まあ、ちょっとこれはあの後で清水先生の答弁書を見ましょうね。 それが被告と湯杏奈により一方的にさらされてしまったというわけですよね。でその上、被告と湯杏奈は原告を執拗に批判し、原告に対してパワハラとまで罵っているというわけですね。このような被告と湯杏奈によるさらし行為により、原告のプライバシーが多数の第三者に閲覧され、多数の上昇を受けていると、ね。いや、それはあなたが上昇するようなことしたからじゃないの <laughs> と思うんだけど、まあ、い,いや、はい。ちょっと突っ込むの後にしましょうね。はい そして被告と嫌ながこのような本件訴状のさらし行為について伏せられたコメントや上記で述べた経緯からすると何ら正当性を見せず原告に対する個人的な敵意を全面的に向けた上個人攻撃を仕掛けりるものと評価すべきだなるほどねはいいや訴訟を起こすことの方が個人攻撃なんじゃないのって <laughs> 言いたくなるんだけどさこれ言っちゃいけないんですねきっとねはい。 したがって被告等委内による本件訴状のさらし行為は、原告のプライバシーを侵害する不法行為である。なお、被告と委員案内は本件訴状は公開される裁判でもちろんことをもって、えー、条件に資源に該当しないと判断されるかもしれないが、裁判に提出される資料は、あくまでも裁判の公開という制度的保障のために、訴訟記録の閲覧や傍聴等により目的を限って制限的に公開されるだけであって、インターネット上に公開されて、何人から無制限かつ容易に閲覧されるような公表とは質的に異なることからも、えー、被告によるベスト訴状の公開 はえー、原告の条件に侵害になることは変わらないというべきであるということですね、えー。名古屋高裁の判,決判例を参照というわけですね。名古屋高裁の事件ってね、なんかね確か住民訴訟かなんかで、要するにもう完全な一般人なのにその名前とかさ探してあ、こいつがこんな裁判やってるぞということを。 まあ公開しちゃったんで、まあ、それはだめなんだよという話ですよね、確か。えー、また被告と柳にバーハラーを受けたというコメントについて、これは原告からの本件訴訟提起に対する意見論評と思われるが、パワハラを行ったという言及は、えー、原告の社会的評価を低下させるものであり、かつ被告と柳が本来公開を予想されていない本件訴訟を晒した上で、わざわざ書類に呼びかけて。 皆さんの力を貸してくださいと拡散し、原告に対して多数の敵意が向けられるように仕向けている態度。いや別にそんなことないと思うまあいいや。<laughs> 原告に対して個人攻撃を仕掛けるものであって、正当な意見論評の範囲を逸脱しており、名誉基損のどし方向に該当すると評価すべき。なるほどね。はい。で、これによってですね、20万円の損害を被ったということですね。で、2万円が弁護士費用だと。で、9月24日、9月24日だから晒した日なんですよね、多分ね。で、その一部である20万円の請求を行うと。 というのが、えー、と追加で、いこのあとね、確か、えー、と福永先生がっ、えー、と自らあの訴状のです、ね、公開について、じゃ俺の著作権違反だということで、別途訴えてで、2万円買ってると、まあ、いうことですね。で、これに対して、ですね例のイケメン弁護士、えー、清水洋平大先生が、どういうことを書いてるかですね。 えー、訴えの健康に対する答弁書というわけですね、これ4月6日付けだったかな、えー、清水洋平弁護士ですね。ち、はい、なみに清水先生、8月3日にお会いしたんですけどね、なんかあの清水先生もなんかポロシャスみたいな感じの服装でしたね。はいまあ、イケメンなんで何着ても目あの似合いますけどね。 あれどこ行ったで、まあその、訴状をアップしたことは認めますよと、でえー、判決があったことは認めますよと、あの業界の御所であるハーチューさんからのパワハラを受けたと感じていますと、そういうふうに書いたこと、から判決があることなどは認めるということですね。で原告が訴状の国会を定していなかったということは知らない。 でその世うは否認し争うということですね。ハーチューどうなんですかねこれ訴訟をさその、勝ちそうだったら公開する予定だったと思うんだけどね、絶対。だってさ、あの仮処分の時はさ、まだ仮処分段階で、まだそのこれから本訴始まるのに、仮処分で何回勝ちましたみたいなことでギャーギャーギャー言ってたわけじゃないですか。なわけでしょそれでね、あの雑誌とかに出たりとか、あのそんなことギャ,ーギャーギャーギャー言ってたわけでしょ 4K で結局負けそうだからさ、公開したくないっていうだけなんじゃないかなっていう気がするんですけど、気のせいなんですかね。<laughs> まあきっと気のせいなんでしょうね。はい。さっき行きましょう。<laughs> ということですね。え被告はえ日常コンテンツ化し、人生を全部コンテンツにしたいになると、常に発信していたでしょう。これらの内容も自ら公開した改善性は十分にあるというわけですね。ただ、被告とイアンナはあくまでも、あらおけだと感じていますという感想のべたにつきず、原告をのしるものとは言えないと。 だからどうか皆さんの力をお貸しくださいというのも、一般的な感情としてお願いしたいのですお願いを述べたに過ぎず、原告への適宜を向けられるように、えー、仕向けているとすることには無理があると言わざるを得ない。まあそうだよね。うん、なんかむちゃくちゃ納得しちゃうんだけど、これ。で、原告は人生を全部コンテンツですね。えー、人生全部コンテンツですね。えー、原告は公開を予定してなかった事故があると知るものの、原告は日常をコンテンツ化し、人生を全部コンテンツ化したいと常に発言し、 えー、妊活園として自らの妊活に関する発信を継続的に行っていた。まさに、えー、訴訟という場合はですね、コンテンツで最適な場合ある。<laughs> だれ実際、仮想法に関して結構発信してるもんね、あまあいえ。で、えー、トランスエーンの申し立てしないこともわせて考えれば、本件訴訟がその中身を含めてコンテンツを振り返ることを目的に承諾していると考えられる、ね、で、その私生活に関する重大な秘密が記載され、また記載、記録されており、 かつ私たちが秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活に,つなみに著しい支障を恐れる場合には、まあ、閲覧制限の申し立てができるけれども、それをしていないということですね。あともいい、はい、あと不法行為じゃねえだろうというわけですね。でそもそも裁判を公開で、何人も訴訟記録の閲覧ができるし、傍聴もできるだろうというわけですね。そのことが多分重要,重要なんでしょう。国は妊娠時の週数 妊娠発覚時の友人とのやり取り、出生前診断をしたこと妊認可作された原告の、えー、心境、アベマブログの運営に関する担当者との関係性等が公開されたと主張する。しかし、原告は妊娠の周数等について、特に何も隠すつもりはない、<laughs> 特に隠すつもりはなくとした上でえで、ー、妊娠11週から13週で希望者のみが受けられる出生前診断の超音波の時に判明しましたとして、妊娠発覚時の周数をおよそ明らかにし、 また出生前診断を受けたことを自ら明らかにしている。がって少なくとも妊娠時の周数、出生前診断をしたことについて、そもそも公開を欲していない事故ではないと。<laughs> お前、自分で公開してるんだろうというわけですよね。<laughs> なるほど。<laughs> だからまた、妊娠・発覚時の友達とのやり取りや、アベマブログの運営に関する担当者の関係性等についても、証拠等を、えー、明らかにしたものではなく、そのやり取りの詳細は不明なものであり、 更新を担当してくれているという関係はおよそ公開を欲しない事項とは言えない。ああ、そうだよね。営業機密とかそういう話じゃないもんね。あの,の、アベマのそのアベマの担当者がその更新しているって話なんだけど、だからどうなの？って感じだよね。はい、うん。で、さらに部屋にさらされた原告の心境については、そもそも、えー、記載がない。<laughs> そんなこと俎上でねこういうことをプライバシーで暴かれたって言ってるけど、そもそもそんなこと書いてねえ。だろうってわけですね。 いやーちょっと痛快ですね、こういうの。<laughs> そもそも記載がないと資料され、どの点を持って問題を取られているかも明らかではないと。<laughs> はい、えー、いやーなんか、スカッとしますよね、なんか、はいえー。従って、そもそも原告が指摘する事項はプライバシーとして保護されるべき対象ではなく、何を保護されるとしても原告が自らをら公開している内容をなぞるだけの問題である一応、侵害になることはないということですね。というような、えっと、弁書が出ているということで。なんか <laughs> あの 最も過ぎてですね、なんかあのね、ソジョ読んでる時あの、えー、歌や子もしち読んでる時にに何か突っ込みでしてなかったなと、まあ、全部答弁書に突っ込み終わってたなと、まあ、いうところがする感じでございます。はい、えー、また明日はですね、え続きをあの公開していこうと思ってます。どうもおやすみなさい。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント欄に寄せの方お願いします。おやすみなさい。